おもちゃの国アリスへようこそ。天使のレイと申します。はい、シャープ229ですね。はい、前回前々回の方で、作成の方進めておりましたフレームアームズガールの、ゴーライ、こちらの方の、前回までで、パーツの切り出し処理組み立てを説明したパーツ一式がこちらに全部並んでいます。で、一応ここの2つが、交換用の顔ですね。一応目線が、こう見るんだから右目線ですねと左目線、向かってだと右目線なんだけどね。と一応ここに交換用の手ですね。こっちには普通の平手、こっちが手を開いてる方の平手、それとナイフを持ったりするときの手、ここに銃を持ったりするときの手ですね。これは後で使います。はい、そして、一応ですね、こちらまず足なんですが、ここの部分とここの部分、腕の方もここですね。あと肩、こちら両方にありますね。こちら両肩ですとか足の方にもこの白いやつ、こちらすべて、デカールとなっております。はい、で一応このボディですね、ボディの方も胸のこことかパンツとかね、パンツでいいのか言い方、はい、この辺のやつは基本的に全部デカールとなっております。一応カットした感じがこんな感じです。ここの部分だけ切って使ったのと、ここの上の部分に一列あったものを使っております。あと他の部分は全部余っているので自由に使いましょうというふうになっておりました。はい、一応そのですね、デカールの貼り方も説明書の方に書いてあります。水につけて、水分を、綿棒などで拭き取りましょうとなっているんですが、それだけだとやはりちょっと、なかなかうまくつかないということで、こういうふうに、デカールを貼るときの、サポート溶剤みたいな、こうマークソフターってやつですね、こういうのがあるんですけど、私はこちらを使って、貼りました。まず水で、柔らかくして台紙の方から剥がしたデカールシールですね、そちらの方を、まあ、パーツで言いますが、こちらの方に載せますと。して載せたこちらの上にこのマークソフターというのを塗り、デカールのこのシール自体をちょっと柔らかくしますと。そして水分を拭き取ることによって結構簡単に、つきやすくなります。ちょっとこれ慣れが必要なので何回か使ってみるしかちょっと何とも言えないですね。一発では多分うまくいかないと思うので、ちょっと回数重ねて練習する必要性があると思います。はい、余談はここまで。ではこれからパーツを組んでいきたいと思います。まずパーツ類は全部避けまして、まず、前回まで作っていた、前々回か、こちらのボディですね。はい、こちらの方にちょっとデカール貼る関係で外してしまった肩パーツを取り付け、腕を取り付けます。はい、こちらを一応両方ですね行います。このように取り付けて、はい、これで両腕がつきました。よいしょ。そして首ですね。差し込みまして、ここのところに頭部パーツを取り付けますと。はい、こんな感じです。そして足のここのピンですね、ここに足を差し込みました。ちなみに、このパンツデカール、やや失敗しております。はい、足はこんな感じになりました。
こんな感じです。そして背中ですね、この黒い突起のこの穴にこちら、背中の背部キャノンですね、こちらを差し込みまして、あと角度をちょっと調整する感じです。はい、一応これで、本体としてはこれで完了ですね。素組みの状態に、デカールをつけているだけなので、デカールであのマーキングとかやってるだけです。ちょっとやっぱりプラスチック感は出てますね。やっぱり一応これでぐるり回すとこんな感じです。一応2回にわたって作成とかやっていきました。ただ実際かかってる時間はもっとかかっております。はい、ああそうだ、もう一個だ、ここの足のここの脚部のこの穴、こちらの方にこのナイフホルダーを取り付けてあげることができます。はい、一応これで完全装備は一応これで終わりかな。はい、そして、パーツですね、武器とかを持たせていくんですが、あーおち、ナイフ飛んだ。銃の持ち手、これですね、こちらの手にこのグリップ、これをただただこう持たせますと。あとこちらをこう展開させたりとかもできるみたいです。で一応これは最初のうちにつけたこの手首取り外して、こう持ち替えですね、よいしょ。でここも角度がつくのでこんな感じで持たせたりすることもできます。ただちょっとやっぱり一色、まあ、グリップの部分抜いても入れても2色なので、もうちょっとあの白とかカメラの部分とかこのレンズの部分、これもやっぱり色入れた方が、もうちょっといいかなと思います。はい、では一応こちらの方の可動範囲ですね、これから説明していきたいと思います。一応可動、首は結構向けます。で左右の振りも問題なし。こちらの背部キャノンの方が結構自由に動くので、干渉しそうな場合は避けてあげる、かわしてあげれば結構いい感じで動きます。はい、腕は干渉物は少ないですね。でこちらボディの内側に、ボールジョイントとなっているので、そこの部分も結構いい感じに動きますね。で腕の肩ですね、このパーツは腕と肩の部分で挟んであるだけなので、こちらも同じく干渉しそうであれば回避してあげればと。でここの部分でロールするので、はい、まあ、これがちょっとで、ね、ちょっと邪魔かもしれない、稼働時にイライラするかもしれないですね。はい、で腕はここまでですね、90度よりやや曲がるかなという感じです。はい、それが一応両腕ですね。はい、で胸の下といいますか、胸のここのところでひねりとか反りできます。でこちら反りすぎると、ここ見えるかな、反りすぎるとここのところで隙間が見えて、ここ変な感じするんですけど、この胸当ての部分ですね、これがスライドするので、これを隠すことができると。これは非常にいいんじゃないでしょうか。まあ、逆に内側には、まあ、向きにくいんですけど、反りに対してはこれをスライドすることで、その辺の変な隙間みたいなのは回避といいますか、隠せるんで非常にいいかなと。はい、で足はこの外装甲がちょっと干渉しやすいですけど、それでも内側にボールジョイントで止まっているので自由度はある感じです。だからここでこう当たっちゃうんですね。ちょっとこれが内に入っていると当たるので、一旦開いてからって感じかな。はい、パンツのデカールは大変でした。特にここのくぼみの部分が、やはり通常のデカール張りだとやっぱりデカール自体がちょっと硬いので、そこまで綺麗に収まりにくいかなという印象ですね。
なので、先ほどご紹介したあのマークソフター、あと取り付けやすく、取り付けというか貼り付けやすくするための、マークセッターというのもあります。それを両方併用して使っても、いいと思います。私はソフターのみでやりました。はい、もう話を戻しまして、足上げるときもこの外装甲を横に回避させながら、でも開いた、このスカート部分がやっぱり硬いので硬質パーツといいますか普通のパーツなので、ちょっと厳しいかな。これ布かなんかに変えたらもっといい感じになるかもね。はい、であとここのところで太もものロール軸があります。足自体は、まあ、こんな感じで曲がり、キャタピラのこの部分が干渉するね。ちょっとで膝の部分が結構こう自由に動くので、稼働時代にはちょっと支障はなさそうな感じで、ちょっと下げちゃいましたけど、このようにキャタピラのこのパーツをこう展開することもできます。こちら元の状態、こちらが展開した状態。これ利用するとあのベースなしでもこう立たせること可能ですね。はい、でこちらの部分も設置は内側のここがボールジョイントで、結構ここも可動は結構余裕があるので、足をこう広げ気味にしてもここで調整が効く感じですね。うん、こんな感じで支えることができます。はい、一応可動的にはこんな感じかな。足首も左右上下、まあ、組んだ時のやつを見ていただければ、まあ、おおよそどんな感じで動くかは予想はつくんではないでしょうか。はい、一応、武器の持たせ方、可動範囲、その他もろもろは一応大体説明終わったかな。であと表情のフェイス交換ですねは、フィグマとかと一緒で、前髪を外し、この顔パーツを外しますと。そして別な目線の顔を取り付け、髪の毛を戻すと。はい、これで目線変更ですねができました。はい、一応こんな感じです。で、あとそのイラスト再現用のこのパーツですね。はい、こちらに書いていきます。まず足根元から外します。その時このボールジョイントが残るようにしないとダメですね。で、あと腕外します。で、肩のこのパーツも使えません。はい、そしたら腕をこちらの交換用のやつに変えまして、足もはい変えました。交換したらですね、ここの部分ですね、この上のここの部分をつまむように手の位置を調整し、よいしょ、こんなイメージですね。で持たせます。そしてあと足首の調整、ちょっと目線間違えてるんで、目線の顔変えます。はい、目線の顔も変え、一応こちらの手が平手みたいなんですよね。はい、一応これで、まあ、大体ざっくりイラストと同じような、ポーズかなと思います。一応これでカメラ寄りたいと思います。はい、一応これ、まあ、見ていただいた方は分かると思いますがプラモデルです。出来は非常によろしいんじゃないでしょうか。あのフレームアームズガール第1弾としてですね。で、一応動画の、前回、組み立て開始の前編ですねの最初の方に、フレームアームズシリーズの武器と絡めますと言いましたが、一応これもフレームアームズシリーズの武器です。バラ売りだったかなんかと、なんかに入ってるやつだと思います。まあ、こういうのが基本グリップ一緒なので、これが持たせれる感じです。なのでだいたい会えばだいたい何でも持たせれる感じですね。それと、各所に空いてあるこの腕とか肩、
ナイフつけたこっちの足のここのところとか、ここにも開いてますね。背中のこの背部キャノンの反対側も開いてますし、背中、腰、その開いてる穴ですね。あ、腕もそうだ。腕の反対もですね。こちらの穴のところに追加でパーツをつけたりすることで、いろいろな感じでできることとなっております。まあ、こんな感じとか、こんな感じとか、はい、そういうこともできるような感じになっております。で、一応第2弾として、スティレットという機体ですね。そちらの方ももう、まあ、発表と、予約の方は始まっているはずですね。なので、気になった方は予約または購入してみてもよろしいんじゃないかと思います。はい、一応3回でご紹介していった、フレームアームズガールの、ゴーライですね。はい、これで終了したいと思います。では一旦下げまして、はい、いつものこのコーナーです。はい、今日はなんだ。はい、お、ファイナルアタックライド響き。はい、こちらです。ファイナルアタックライド響き。はい、ではゴーライに戻っていただきまして、一応これで、紹介終了したいと思います。それではまた次回お会いいたしましょう。バイ。